インフェルノスを封印し、沈みゆく都市テチスを脱出したエクセル一行。水没都市テチスにはかつて栄華を誇った百年都市の姿は微塵もなく、ただ移ろいの日々を照らし出す鏡でしかなかった。テチスを後にしたエクセルはエレンディアへの帰途、嘆きの谷で偶然にもレダと再会する。にゃん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 。ティティス水没都市のインフェルノスの封印成功、一応順調みたいだね。そうだね、ウルスラとの約束を守ることができるよ。ウルスラとの約束、なぜ貴様がそんな約束を守らねばならんのだ。その声は、にゃにゃ、まさか。生きていたとはな、エクセル。レダ、なぜ我らが使命の邪魔をする。なぜウルスラの味方。それは魔族から深海を守るために神罰を発動させなければならない。ウルスラはその神罰を妨害しているのだぞ。今からでも遅くはない。俺と共に神罰の発動を担う。神罰を使わなくても他に方法があるはずだ。そんなことを考えている時間はない。魔族が蘇り、深海に危機が訪れている。神罰でリベーラごと消滅させるのが最善の方法だ。リベーラにいる精霊たちにだって命はあるんだよ。貴様はウルスラに騙され情に流されているに過ぎない。リビエラを断罪する。まだ何をしようというの。ユグドラル領域。ユグドラル領域。レダ消えた。どうしてこうなっちゃったんだろうね。一緒に門をくぐったはずなのに、僕たちは一体何をロストしたんだろう。エクセルー、何してんの。早くしないと置いてくよ。あ、ごめん。国士天使レダとの再会。それは己が精霊ではなく国士天使であることを改めて認識させる結果となった。深海にいた子それぞれの思いが交錯する中、エクセルはエレンディアへの帰途に着いたのだ。とりあえずフィアの家へ戻ろう。テーブルの上にはパンが置いてある。ふかふかして美味しそうなパンだ。もらっておこう。
せっかく戻ってきたんだから遊んじゃおもん。おかえりなさい。テティス水没としては散々だったらしいですね。どこへ行こうか。あ、戻ってきたな。まだ魔族の連中うようよしてるらしいな。まだまだ物騒な世の中だ。おかえりなさい。ご苦労様でした。またゆっくりしていってください。エレンディアはすでにあなたの故郷同然ですよ。お兄ちゃん、お疲れしてる？そういう時は私と遊ぶの。冒険してきたんだって？冒険のお話聞かせて聞かせて。どこへ行こうか。今日もどんてんかんでち。ハピは今日も燃えているでち。お、いいねいいね。白銀鉱石持ってるでちね。白銀鉱石はいろんな加工ができる優れものの鉱石でち。お前の持ってる剣すべてか突剣系武器すべてのどちらかで違うものに加工するでちよ。貸してくれないでちか。どうしよう。うりゃーりゃりゃりゃー。はい、できたでち。どこへ行こうか。テティス水没都市はどうだった？クリスタルの細工とかあったの？琥珀蝶が群れている。何かあるんだろうか。これは…すごいクリスタルだね。初めて見るよ。こんな大きなクリスタルがすぐ近くに埋まっていたなんて。また魔族退治に成功したそうだね。おめでとう。ミレの地下霊園の噂は聞いているかい？今調査中なんだけど、やはり魔族の仕業らしいよ。ティティスの失われた書を手に入れたんだって？ぜひ拝見させてほしいものだ。どうする？うん、これはすごい。封印されし禁獣、セネカクイ。もうどこにも残っていないとされる呪文だよ。このページに載っているものは使い切り型の魔法のようだ。使い切りというのは、つまりただ一度しか発動しない呪文。一度読むともう二度と発動することのできない特殊な魔法なんだ。これを紙に書き留めておくから、使用したいときはこれを使うといい。よし、これでいい。忘れ物のないように。
しませんか。またあのアイテムが手に入らないな。大森の翼なんて絶対無理よ。いつもいつもギルドの人って。テティスからよく無事で戻ってこれたわね。風邪とか引かなかった？あなたが頑張ってると私も魔法の研究頑張ろうって気になれるんだから、ファイトよ。どこへ行こうか。お、いいねいいね。それは幻のクリスタル、クリスタルティアデチか。うー、生きているうちにお目にかかれて大感激ですよ。どうしよう。張り切っていくですよ。今度のは完成までちっと時間がかかるでち。次に冒険から帰ってくる頃にまた来るでち。どこへ行こうか。よく見ると様々な色の土が混ざっている。にゃにゃ、風に運ばれてきた土が積もって、あなた確かエクセルって名前よね。泉の水は汲み上げることができそうだ。どうしよう。どこへ行こうか。どうだった？でも急ぎすぎるのは体に毒よ。あ、ちょっと私遊んでくるね。あれ？戻ってきたのにゃ。ずぶ濡れじゃにゃいんだにゃ。もしかしてお魚持ってるのかにゃ。欲しい欲しいんだにゃ。どうしよう。ありがとう。それじゃいただきます。おいしい。ありが
テティス水没都市へ行ったんだってな。なんか面白いもの沈んでなかったか？どこへ行こうか。どこへ行こうか。エクセル様、ご無事で。長老様は私が守ります。お任せください。エクセル様、準備は整いましたか？エクセル殿、テティス水没都市でのインフェルノス封印、大したご活躍でした。みんなの力を借りたからできたんです。僕の力じゃないですよ。いえいえ、ご謙遜を。封印したインフェルノスはこれで3つ、あと1つですね。可能性が高いのはミレの地下霊園でしょう。ミレの地下霊園、多くの魔族が死してなおさまよっていると聞いております。インフェルノスがいるかもしれませんね。わかりました。みんなとミレの地下霊園に行ってみます。お願いいたします。次はミレの地下霊園ですか？なんかお化けとか出てきそうだね。そういうところが怪しいね。最後のインフェルノスになりますわね。それじゃあみんな行こう。ミレの地下霊園へ。